さあさあ、ぷいぷい、モルカー好きなんですか？いや、そんな好きなわけじゃないんですけど、お友達ですごいあの、ぷいぷいモルカーにハマってるやつがいて、で、なんか、どうしても欲しいって言うから、なんか、今日は朝の6時からコンビニ回って、しかも、全部売り切れで買えねえの。ふてくされ朝飯食って帰りました。お友達と2人でね、回ってました。ね、すごい、全部売り切れだって。売り切れです。あ、うちはもう売り切れですって。なんかね、あの、まあ、一番くじってあの500円とかで引けるやつなんですけど、もうなんか、ロット買いとかするやつがいるらしい。それってなんかもう転売屋と変わらなくない？ま、え、すごい人気だよ。私も知らなかったんですけど、え、そんなに人気なのって感じ。びっくりしちゃいました。で、あの、ちょっと、匂わせと言いますか、明日はね、あの、歌コラボとか、歌コラボじゃね、歌枠、字幕くんとのコラボね。明日は歌とか、あと、まあ、まったりね、歩くしたりっていう配信するんですけど、16日はね、お休みをしようかなと思ってます。なぜかと言いますと、まあ、16日はちょっと旅行に行こうかなと思いまして、温泉にね、行っちゃおうかななんて思うんで、もしね、旅行先から配信ができればね、あの、ミルダムの方で、ミルダム携帯から配信できるんで、しようかなって、思っております。イエーイ！お友達と行ってきたいと思います。一人じゃない！今回は一人だ。高いとこ予約しちゃいました今日そう、朝ごはん食いながらね、どこ行くって、あの決めて、そんで携帯でいろんな宿を見ながら、ここがいいかな、ここがでもこれがいいな、ここのご飯が美味しそう、あ、ここがいいよっていろいろね話し合っていて、で、まあすごいね、ちょっといいな、あの、高いんだよ、高いところなんですけど、でもここ最高だよっていうところ、でもね、やっぱせっかく皆さんからいただいたたくさんのスーパーチャットがあるんで、いや、こういうとこに使わないとねと思って、もう高級なとこ予約しちゃったわ。どうや、あのね、ちなみにこれ、あの、今日ね、どこ行こうかって決めてる時に、すげえいいとこがね、あのね、2つあったのよ。2つ選べなかったの。こう、旅行さ、これ行きたいんだけど、どうしよう、どうしようか、この2つ迷っちゃうよって。で、迷ったから、来月分も予約してきた。両方行こうっつって。あ、もう来月いつ暇っつって。もう、来月も行こう、毎月一緒に行こうっつって、もう。イエーイ！でさ、あの、そのね、来月予約したとこが、実は今回予約したとこも結構ちょっとね、お高めなんですよ。なんですけど、これもうね、来月行ってから言うの楽しみなんですけど、マジで高い！そこは来月のとこは、もうね、やばい！もう値段がちょっとね、桁が一個ちげえみたいなとこに、もうこれ多分ね、私たちこれ、あの、わかんないから、あの、今ね、こうちょっと、ね、裕福だから行けるかもしれないけど、お友達もちょっとあんま裕福なんですけど、なんかちょっと言い方おかしいけど、もしかしたらほらな、あの、来年にはお互いな、貧乏になってるかもしれないから、行けるうちに行こうっつって。もうね、何、ちょっと前の私では考えられないほどね、高いとこ予約したから。来週行くとこもやばいんですけど、やばいよ。楽しみ！まあ、バレないようにね、したいんで、秘密なんですけど、行った後にね、言いますから、どこ行ったからね。そこに皆さん、お湯にね、使っていただければ、実質ね、婚約。